ラザラスの欲望は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第3シリーズ第6話。2007年5月5日に BBC1 で初めて放送され、デイビッド・テナントが10代目ドクター役、フリーマー・ジェマンがマーサ・ジョーンズ役で出演した。本作では、リチャード・ラザラス教授が、サザークのサザーク大聖堂付近の研究所で、若返りの実験を行う。実験は、 ラザラスの DNA に作用し、彼は他の人間を襲う巨大な化け物へ変貌する。バーブによると、本作の視聴者数は719万人で、その週のイギリスのテレビ番組では12番目に多く、視聴された。エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスが視聴することには、彼は脚本を担当したスティーブン・グリーンハウスに対して、年老いた、 マッドサイエンティストの実験が失敗して蒸気を逸したスーパービランが逃走するという典型的なマーベルコミックの筋書きを元にするよう指示した。なお放題、ラザラスの欲望は2012年1月28日にララ TV で放送された際のものであり、Hulu ではラザラスエクスペリメントという別放題で配信されている。ゲティスが本作に出演したため彼は ドクター風で演技と脚本の両方を担当した数少ない人物の一人となった。ゲイティスの脚本執筆のキャリアはバージニュー・アドベンチャーズのドクター風小説に橋を発し、新シリーズが委託される前夜にドクター風の BBC の資料で演技も行った。ゲイティス以外に演技と脚本を担当した人物にはビクター・ペン・バートンとグリーン・ジョーンズがいる。 サザーク大聖堂の外観のショットは、サザーク大聖堂そのもの、あるいは、カーディフのセットを編集したものであるが、内装はセットが使用されたクロッシングから見た塔や、塔の内部などを除いて、ウェールズ大聖堂で撮影された。サザーク大聖堂のモデルは、ミケランジェロのダビデ像と共に、ラザラスのオフィスにも登場した。ラザラスの機関の内装は、カーディフ国立博物館。 ウェールズ議会のセナドビルディング、セイウィリアムハウスで撮影された。ユーロビジョンソングコンテスト2007の BBC での放送のため、次話、タイムリミット42は放送が1週間遅れることとなった。BBC のドクター風のウェブページでは、ラザラスの欲望の本放送の終わりに特別なことがあると先駆けて告知された。当時はまだ演じる役が明かされていなかった。 ジョンシュムの顔写真が掲載された。ありがとうございます。